胸のつくような内股をご覧いただきましょう。左がソビエトのボゴリューボフ、右はベトナムのグエンバンです。分解写真で見てみましょう。グエンバンは地後体気味。これをボゴリューボフ、前に崩してからの右の内股。飛び込みが浅いので巻き込んだようになりましたが、跳ね上げ、体のひねりは理想的です。試合時間はわずか8秒でした。